ようこそ大阪大学共創機構へ。大阪大学は産学連携のフロントランナーとして、これまで多様な連携の形を生み出してきました。社会の課題が複雑化し、将来の社会ニーズを予測することが困難となった今、企業と大学が課題の検討段階から協働し、共に新しい社会価値の創造に取り組む競争型の連携が必要となっています。自社の技術を新しい領域に展開したい、大学と連携し社会課題の解決につながる事業を創出したい、そのような御社の将来ビジョンや課題をまずはお聞かせください。議論を重ねながら一緒に課題の本質を深掘りし、課題解決のためのアプローチをご提案します。提示いただいた課題の分析として、例えばその課題を一度幅広い分野から俯瞰して見てみることで、その本質が明らかになり、未来の社会においてよりインパクトの大きい領域がどこなのかが見えてきます。こうしたプロセスを経て、本質的な課題を絞り込み、共に取り組むべきテーマをご提案します。テーマが決まったら、次は研究開発プロジェクトをデザインしていきます。最先端の研究成果の活用、学際的な研究アプローチなど、大阪大学だからこそ可能となる多彩なアプローチの中から、それぞれの課題に合った競争の形をご提案します。総合大学である大阪大学の強みは、多彩な学問分野と基礎研究から応用研究まで幅広い研究者が在籍していることです。それぞれの分野にトップクラスの研究者がいます。競争機構がコーディネーターとなり、学内の研究者の中から最適な研究者をマッチングします。複数分野の研究者との連携も可能です。大阪大学には学内に企業の研究組織を設け、多面的な共同研究を行うことができる共同研究講座や共同研究所という仕組みもあります。研究の情報、技術、人材、設備を共有し、オンキャンパスで一緒に共同研究を行うことで、スピーディーに広がりを持って研究を進めることができます。目的に合った最適な競争の形をご提案します。大阪大学は地元大阪の政財界、そして市民の皆様のご支援によって創設されたという特異な歴史を有しております。以来、産業界の皆様をはじめとした社会との強いつながりは現在に至るまで脈々と継承されております。本学の研究成果が社会で生かされ、人々のお役に立つことを、大学はもちろん研究者一人一人が心より願っております。今後皆様との連携をさらに深めることにより、生きがいを育む社会の創造を目指してまいります。競争機構が企業の皆様と大阪大学との競争の窓口です。ぜひお気軽にご相談ください。